さあ攻守方向は変わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。 CA コルバッツセカンドダウン7。さあランプレーを重ねます。何枠10番ハンドオフから右オフタックルを突破、相手ディフェンスを突き抜けるように約3ヤード4ヤードのゲインと書いています。何枠10番は高上です。CA コルベッツサーダウン3、ボールオン相手陣43ヤード。パス不成功、パス不成功となりました。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。無資格補給者のダウンフィールドへの侵入の反則です。オフェンスチームはパスをオフェンスはパスを取れる選手に制限があります。前パスはパスを取れる選手に制限がありまして、資格がない選手がパスコースに出ておりました。反則によりましたが、しかしこの反則を熊本取らずフォースダウンに変えます。さあプレードしました。シェアコルベッツギャンブルに入った。パス不成功。ここで CA コルベッツあえて4回目もプレーをし攻撃権更新を図りました。しかしこの攻撃失敗となりまして、結果的にここで攻守交代となります。勝負を狙わんという形でここであえてギャンブルに入りましたが、しかしこれは熊本をしのぎまして熊本の攻撃に変わります。さあ CA コルベッツの反撃をかわしまして熊本の攻撃に変わります。ボールオン自陣43ヤードから熊本マーベリックスファーストダウン10。ここでホイッスル。ここで熊本が後半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウト解けまして試合再開です。熊本ファーストダウン10。まずランプレーを投入しました。キャリア7番密集点をつきまして約3ヤードのゲインと書いています。キャリア7番は大黒、大阪教育大学出身。熊本マーベリックスセカンドダウン7。パス成功。振り切ったタッチダウン。ここで中央を切り込んだワイドレシーバー83番にクォーターバック5番がパス、それを83番見事にキャッチまして、そのままディフェンスを振り切り一気にエンドゾーンを突進へタッチダウン。
熊本マーベリックス6点追加となりました。見事タッチアンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー83番の吉村でした。東京工業大学出身。キック成功、1点追加。熊本マーベリックス2点、 CA コルベッツ3点となりました。この状況を熊本鮮やかなパス攻撃によりさらに突き放す形に成功しております。ここへ来てじりじりと熊本がその試合を有利に戦とリードを広げてまいりました。その熊本のキックオフでまもなく試合が再開する形になります。さあ CA コルベッツこの状況をなんとか打開戦とこれから反撃に入ります。コルベッツリターンに入った。これをしかし熊本ナイスカバー。リターンを試みようとする CA コルベッツリターンを37番仕留めまして、コルベッツ自陣19ヤードからの攻撃と変わります。見事なタックルをしましたのは熊本マーベリックス37番の阿瀬川、駒澤大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツ自陣18ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずはプレイアクションからのパスプレーを敢行しようとしましたがプレッシャーが厳しくパス不成功となっています。ダウンクロックに誤りありましたが訂正入りまして、CA コルベッツセカンドダウン10の状況になります。ここで進行に関しての補足をさせていただきます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合には時計は回り続けます。逆にボールを持った選手がサイドラインを割った場合、あるいは前パスが失敗した場合は時計が止まります。この時計の進行状況も試合の有利、そしてその状況試合進行に大きく影響しますので、この点もご注目ください。 CA コルベッツセカンドダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを敢行しました CA コルベッツ。しかしそれを取りましたのは熊本マーベリックス43番、インターセプトにより攻撃権を奪取し攻撃権を奪うことに成功しております。熊本マーベリックスターンオーバーで攻撃権獲得。見事ビッグプレーインターセプトを決めましたのは熊本マーベリックス43番の森、九州大学出身。今季九州学生リーグを制覇しました九州大学パルーカスの出身プレイヤーです。熊本マーベリックスファーストダウン10。パス成功。まずクォーターバック18番、外に展開していた28番のヒッチパスを敢行。これをキャッチして28番、約7ヤードのゲインを果たしています。パスを投じましたクォーターバック18番は柿内、大阪経済大学出身。取りましたワイドレシーバー28番は乾、慶応義塾大学出身のプレーヤーです。熊本マーベリックスセカンドダウン3。パス成功、ファースター。
クォーターバック18番、今度は左に展開した10番にパス。10番ディフェンスのタックル受けながらこれをキャッチし攻撃権更新です。熊本マーベリックスファンさん、鮮やかにその体を使いましてパスキャッチ成功しましたのはワイドレシーバー10番の押谷、関西学院大学出身です。こちら関西学生会、日本学生会の筆頭にあります関西学院大学ファイターズの出身のプレーヤー。さあ今度はジェットモーションスイープ、スピードに乗って16番右オープンへ展開、相手タックルを見事にかわし約5ヤードのゲインとしています。16番は前田、一橋大学出身。こちらは関東学生の国公立小学部の優であります一橋大学のプレイヤーです。熊本マーベリックスセカンドダウン6、ボールオン相手陣12ヤード。パス不成功。ここで左奥にパスをクォーターバック18番投じましたが、レシーバーとのコミュニケーション合わずパス不成功となっています。ここで反則が発生しております、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を取りました。オフェンスチームにはポジションによって非常に制限があります。人数配置、最前列後列にあります選手にも制限があります。この人数配置に誤りがあり5ヤード抜体となりました。従いまして熊本セカンドダウン11で試合再開です。熊本マーベリックスセカンドダウン11、ここでホイッスル、再びイエローフラッグが投じられております。ここでオフェンスに再び反則がありました。ディレイオブザゲーム、制限時間を守らずプレーの遅延行為を行ったという反則です。オフェンスには制限時間があります。野球でいうピッチクロックと同様、制限時間内にプレーをしない場合には反則となり5ヤード抜体となります。従いまして熊本セカンドダウン16の状況になります。パス不成功。クォーターバック18番、ロングパスを投じると構えましたが、ディフェンスが殺到しプレッシャーをかわしてパスを投げ捨てました。パス不成功となりましてサードダウンに変わります。この辺りはクォーターバックもロスを避けんと絶妙の判断を下したところです。しかしサードダウンに変わっております。熊本マーベリックスサードダウン16、パス不成功。クォーターバック18番、右にスプリントアウトし右奥にいるレシーバーに向けてパスを投じましたが、ディフェンスのカバー厚いと判断しパスを投げ捨てる形でこのプレーを終えました。フォースダウンに変わります。
熊本マベリックスフォースダウン16フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス37ヤード。しかしこのスナップ乱れまして、ホルダーがボールをキープできず、結果的に蹴ることなくこのプレー失敗となりました。4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代となります。攻撃権変わりまして、 CA コルブツに変わります。さあ窮地を出した CA コルベッツ、ここの突破口と見出すことができるでしょうか。ボールオン自陣28ヤードからのファーストダウン10。ファーストゴー、ファーストここでクォーターバック12番プレアクションからロングパス、ディフェンスをギリギリに引きつけて一気に奥に投げ込んだロングパスをワイドレシーバー21番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。 CA コルベッツパスター見事なパスを投じましたのはクォーターバック12番の中原、そしてこれを競り合いながら取りましたのは22番の柴田でした。見事攻撃権更新を果たしました CA コルベッツ、相手陣48ヤードからのファーストアンテン。まだ行く、ナイスラーナイスフォール、何枠24番トスを受け右オープンへランプレー、相手タックルを受けましたがこれを見事振りほどいて約7ヤードのゲインに変えております。タフなランを決めましたのは24番の久野でした。CA コルベッツセカンドダウン3、ナイスラン、ファーストラン、クォーターバック12番パスを投じんと下がりましたがここでディフェンスが殺到、あわや QB サックというところを見事なボディーブームでかわしまして右オープンにスクラム、見事にこれを決めまして攻撃権更新です。 CA コルベッツファーストラン、素晴らしいスクラムを決めましたのは CA コルベッツ12番の中原。さあこれにより CA コルベッツ相手陣35ヤードからのファーストアンテン。パス不成功、今度は中央を蹴り込んだワイドレシーバーに対してパスを投じましたがこのパスはオーバースロー、パス不成功となっています。さあしかし得点アゲントを押し返しております CA コルベッツ、相手陣35ヤードに入りましてのファーストセカンドダウン10。パス不成功です。ここでクォーターバック再びパスを投じようとしましたがここで熊本17番が殺到、これをなんとかかわさんというところでしたがパスを投げ捨てまして回避しました。ダウンは1つ失ってサードダウンに変わります。ここは17番の重岡の素晴らしいラッシュがありました。熊本大学出身です。CA コルベッツサードダウン10。パス不成功、ここで左に展開したレシーバーに向けてパスを投じましたがあわや熊本29番のインターセプトにならんという状況でした。しかしこのパスは失敗となりフォースダウンに変わります。
さあこの最後の1回をどうするでしょうか。 CA コルベッツ、ボールオンは相手陣35ヤードの位置にあります。プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、10ヤード突破しないと攻撃権を失います。このワンプレーにかけるか。 CA コルベッツフォースダウン10、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。リレーオブザーゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となります。さあさらに厳しい状況ですが、 CA コルベッツフォースダウン15、判断は継続でしょうか。そのままいきます。フォースダウンギャンブル、パス不成功。ここでロングパスを投じました。ターゲット22番の競り合いの、その勝負力にかけましたが、ディフェンスダブルカバーしまして、このパスを封じております。4回目のパス失敗ですので、攻守交代となり、攻撃権は熊本マーベリックスに変わります。果敢な攻撃を展開した CA コルベッツでしたが、フォースダウンギャンブル失敗しまして攻撃権を失っております。取り返しました熊本の攻撃になります。熊本マーベリックス自陣40ヤードからのファーストダウン10。ここはコルベッツナイスディフェンス、ジェットモーションスイープで左オープン展開を図らんというところでしたが、これはコルベッツ20番がチャージしまして、このランを阻止しております。素晴らしい対応をしましたのはコルベッツの20番のプレイヤー、見事なタックルでした。熊本マーベリックスセカンドダウン13、さあインターセプトしている、インターセプト、ターンオーバー。ここで熊本ロングパスを投じましたが、レシーバーとのコミュニケーションにミスがありました。このパスを取りましたのは CA コルベッツ18番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは CA コルベッツ18番の吉田。さあ攻撃を取り返しました CA コルベッツ、ボールオンは自陣38ヤードからの攻撃に入ります。さあこのチャンス生かせるでしょうか。 CA コルベッツ自陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功、まずはパスプレーから入りました。左に展開していた1番へのパスでしたが、このパスはタイミングを合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。バン様、中村狙いインターセプト、確かにこのメッセージは選手にとって響くものがあると思います。 CA コルベッツセカンドダウン10、パス成功、今度は短いパスをワイドレシーバー1番に通しました。これにより約7ヤードから8ヤードのゲインとなっています。取りましたワイドレシーバー1番は荒木、しかし中で倒れているため時計が回り続けます。CA コルベッツサーダウン3。
パス成功、ファースター。クォーターバック12番プレッシャーを感じましたが、スクラムすると見せかけ、そこで中央切れ込んだワイドレシーバー18番にパス。これを見ようということを18番キャッチしまして、攻撃権更新です。 CA コルバッツファースター、素晴らしいムーブを決めまして、パスを投じたクォーターバック12番が中原、取りました。ワイドレシーバーは18番の吉田でした。さあ CA コルベッツ相手陣38ヤードからのファーストアンテン。パス成功。クォーターバック12番右にロールアウトして、ワイドレシーバー1番にパスを通し、約4ヤードから5ヤードのゲインと書いています。しかし時計回ります。 CA コルベッツセカンドダウン6。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーを敢行した CA コルベッツ、しかしそのパスを熊本43番が奪い取りました。インターセプト、攻守交代です。ターンオーバー。見事なインターセプトを決めましたのは熊本マーベリックス43番の森、九州大学出身です。インターセプトにより攻撃権取り返した熊本マーベリックス、自陣19ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。中央へのランプレー、原因はほとんどありませんが、しかし中で倒れたため時計が回り続けます。熊本マーベリックスセカンドダウン9。熊本目いっぱい時間を消費する構えです。さあ、かわせるか、ビッグゲーム、ファースター。ここでドロープレーを展開しました。ナニマック26番、見事なステップワークで相手のディフェンスの裏をすり抜けまして、一気に相手陣入ったところまで前進して攻撃権更新とするところでしたが、ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。反則がありました時点から10ヤードバッタイという形になります。従いまして先ほどのランプそのものは無効という格好になります。かなり前進した位置でしたが、その位置からの10ヤード罰則を受けてのファーストダウンやり直しとなり、セカンドダウンやり直しとなります。失礼しました。チェーンの位置に訂正が入りました。トータルの前進距離は10ヤードを超えていたためファーストダウンとなっております。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、熊本マーベリックス20点、 CA コルバッツ3点。第35回フランボールは熊本マーベリックスの勝利となりました。熊本マーベリックス九州社会人制覇です。
CA コルベツ奮闘むなしくこの一戦を落とす形になりました。しかし打倒熊本を目指して見事この地に帰り着き、そしてその、スローガンにふさわしい見事な戦いを演じました。ナイスファイトでした。上がりましたが、その名にふさわしい見事な戦いぶりで九州制覇おめでとうございます。チームコルベツ素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。両チーム素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。そして優勝となりました熊本マーベリックスに優勝トロフィーが贈られます。改めまして優勝おめでとうございます。これより MVP の発表です。2023年度九州社会人 MVP は熊本マーベリックスクォーターバック5番の吉村龍太郎でした。吉村選手 MVP おめでとうございます。表彰に移ります。最優秀オフェンス賞は熊本マーベリックスクォーターバック18番の柿内でした。
垣内希子選手、オフェンス MVP おめでとうございます。そしてベストラッシャーは CA コルベッツ12番の中原になりました。中原雄介選手、受賞おめでとうございます。そしてベストレシーバー賞は、ユニコーン立石選手です。立石選手おめでとうございます。そしてディフェンスのクォーターバックスラッシャー、エースパスラッシャーに輝きましたのは熊本マーベックス17番の重岡でした。重岡佐藤選手、受賞おめでとうございます。そして最多タックルはユニコーンの水戸選手です。受賞おめでとうございます。そして最後にリーグ戦優勝者である熊本マーベリックスにトロフィーが贈られます。改めまして熊本マーベリックス優勝おめでとうございます。今一度盛大なる拍手をお願い申し上げます。両チーム素晴らしい熱戦を披露いただきまして、非常に眼福でありました。その一戦を制しました熊本マーベリックスの優勝をもちまして九州社会人今シーズン2023年シーズンが全て終了という形になります。白熱した一戦、非常に見応えある一戦をありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして、今期の九州社会人リーグの全ての日程は終了となります。所属しております各チームはひととき静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏流放水の時を経まして、やがて訪れる開花開校の春を謳歌し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その光景は果たしてどのような形で訪れる形になるでしょうか。それを楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は九州社会人アメリカンフットボール協会のご好意を得まして配信が実現いたしました。また本年は多くの方々に支援をいただきまして、配信活動を継続できましたことをこの場を重ねまして御礼申し上げます。特に X2、X3 は合同各チーム組みまして企画を組んでいただき、私の活動、そしてこのような形でアメリカンフットボールのライブ活動をしておりますさまざまな業者様に対しても支援がありました。それにご賛同いただいた多くの企業様、個人様にもこの場をもちまして御礼申し上げさせていただきます。個人の配信ゆえ至らない点も多々ありましたが、できる限りの精一杯はやらせていただきました。そしてその支援のおかげをもちまして、この試合、九州社会人アメリカンフットボール、兵庫県の高校生の試合、北陸、中四国、九州の大学生といった在野で奮闘するフットボールの試合を伝えることにもなりました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。今後もこのような機会がありました際は、ぜひ同様にご協力ご助力いただけますよう、何卒ご了承、よろしくお願いを申し上げます。長々語らせていただきましたが、本日の配信ここで終わらせていただきたいと思います。試合を本日配信いたしましたのは、私道楽屋次第でした。機会許されましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。